ある人は5人ぐらいのお子さんがいる人もいるし、ある人はいない人もいるとか、まあ、結婚する人が多いんだけど結婚しない人もいるっていうので、そういうことはですね、あんまり気にしちゃいけないんですよね。こういう集団性の生物っていうのは必ず分布が壊れますから、それを前提に、平均的な話をしますので、議論してるんですけども、ちょっと誤解を招くことがあるんですね。社会ではお子さんが育つわけです。自分の子供であることあるしねとか老いなんかの場合もあるんですよね。別に全然構わない、同じことなんですよね。このお子さんが順調に育ってもですね、大人になってから不幸になったんではですね、お母さん何のために努力したのかわからないんです。しかし今その可能性が非常に高いんですね。例えば簡単に言えば、今から37年後というのを私は基準にしてるんですが、もう年金はとても少なくなる、税金はすごく上がる、高等学校とか大学で勤められる若者は3割になって7割がもう一生仕事がない、原子力で言えば廃棄物が残ったまま、こういうような社会を今大人は作ろうとしているんですが、それはなぜそういうことになっているかというと、男性がやってたことがあったんですね。それがまあそういうことだったわけです。まあ、昔だったらまあ戦争とか、まあ、政治、まあ、経済、戦争は国土を守る。今中国が、30年後とか45年後にはもう沖縄取るよとか言ってるわけですね。ですから沖縄もないかもしれませんし、沖縄ばかりでなくて長崎とか福井なんかもないかもしれません。まあ、こういった国土を守ることは男性でやってるんです。また経済、つまり仕事を確保するということですね。せっかく子供を育てても、あの仕事がなければもうどうにもならないですね。まあ、こういったこととか、まあ、原子力発電所の廃液を処理するとか、まあ、そういうことは男性でやっていくことなんですが、男性も女性と同じことをやっていく、例えば子育てをしろとか料理をしろということで、まあ、高等学校なんかでも料理の勉強させると、まあ、いうようなことが起こってたんです。それでまあどちらが簡単かと言いますと、まあ、どっちかというと、まあ、家事のことも簡単ですからね。で男性はこれまでやってきたことをほとんどやめちゃってたんです。これによって子供たちに非常に大きな打撃が与えられるじゃないですか。今言ったようにですね、今年生まれた赤ちゃんが37歳になる2050年にですね、就職率大体 30%、 10人には7人には仕事がない人生なんですね。で今お母さんたちが一生懸命教えてもですね、仕事がない人生ですから、それはまあ多くではないわけです。今忙しく働いている女性37年もの仕事を確保する行動って難しいんですよ。忙しすぎてる毎日が。原発からの廃棄物ってもうすでに130万本も日本列島に拡大してますね。今のところこの廃棄物は全て次世代の課題になります。これ親が出した廃棄物を子供が語っているって非常に奇妙な状態になりましたが、これも現在家事と育児と仕事に追いまくられている女性が本当にやる時間があるんですよね。私は能力とかそういう以前に時間がないのではないか。中国問題もそうですね。中国、韓国は非常に日本に構成を分けてるんですけども、まあ、尖閣諸島ばかりなく、2月ほど前に人民日報を強く書いてる、沖縄は中国への人民に対しました。もちろん NHK はじめ反日日本人の人たちはこれを落としませんか。またぼーっとしてるわけです。やりたくないんですよ。難しいんですからね。そうしますと、こういったことを守るというようなことを、今の女性、忙しい女性に余裕があるんでしょうかね。年金も破綻します。近い将来、1.4 人の子供が1人の年齢を見ると非常に過剰な負担に入るわけです。せっかくお子さんを育てても就職はない、税金は高い、年金は少ない、中国には領土が取られている、就職はできないと、そういう子供ばっかになっちゃうんですね。どれ一人として解決しないんですよ。なぜ解決しないかというと、時間の余裕がある、まあ、女性も男性もいいんですよ。時間の余裕がある人もいないんですよ。そういう長期的なことを考える。で女性がですね、子供を育てたくないという場合はですね、やっぱり女性を見てますけど、多くの女性ですよ。特別な男性的な女性もいるんですけど、多くの女性は自分の子供を大切にされてるんです。それからまあ家事が嫌いな人もいるんですけど、まあ、なんて言いますか、身を守るとか廃棄物
料理をするとか家庭のことをしろって言ってるマスケット、本当にそれでいいのかという気がしますね。女性がもっと慎重に全体を見渡して子供の将来を確保するのはどうすればいいのかということを少し考えてもらいたいと思いますね。何か私ね、これは歴史的にしょうがないんですけども、女性が男性に対してなんか対抗心みたいなのがあってですね、私がこんなことやってるんだからあなたも同じことしなさいよっていう感じがあるんですが、本当にそうなんですかね。もちろんね、これ男女がどっちがどうとかっていうことないんですけど、私はね、例えば男女というのは一人の人間がですよ、家庭の生活をしながら子供と可愛い子供と生活をし、その子供を育てている人ですよ、女性とか男性の人と、片や、無人島に出かけていてそこを守ったり、それから将来の食料を作ったり、核廃棄物の処理の実験をしたりする人と、この二人の人がいると思って、どっちが恵まれているかって言ったらですね、これやっぱり私はね、子育てしたり、家に美味しいものを作ったりなんかする方が、その、恵まれているように思うんですね。で、その二人の人がいますね。その二人の人、まあ普通は男と女だったりするんですが、その二人の人に対する所得の分配がおかしいんであれば、所得の分配を変えればいいんですよね。1対1きちっと同じようにするとか、どっちか、まあ、少し多くするとか、1対2対 1.2 対 0.8 にするとか、決めればいいんであって、所得の分配が悪いから、両方とも家事と育児であって、そして日本の子供たちが潰れていくっていうのではですね、私はこれでおかしいんじゃないかと思うんですね。それで、男女同権ではない、男女共同参画。だから、無人島に行って国を守るのも男と女でやろうじゃないかと、核燃料物質を処理するのも男と女でやったらいいんじゃないかというのは、これね、見当違いな気がするんですよ。それは所得、お金の分配がまずいということ、まずいことをもう一回まずいことに塗り替えるというですね、マイナスかけるマイナスイコールプラスになるので、それじゃあやっぱりお互いに傷ついちゃうんですよ。だから私はまあ今のところですよ、これから500年先は分かりませんが、今のところ女性が全部をかぶりすぎてると思うんですね。実際上はできないので、